キチャンネル。ジョン。こんにちは。さあオリックスバファローズ、はい、崖っぷち選手です、うん、はい、ほぼ崖っぷち、ほぼ崖っぷち、いや強くなってくるやん、はい、そしたらメンバー構築されるやん、はい、じゃ出られへんやん。確かに。でもオリックスって結構入れ替わってません？そうそう、入れ替わる、うん、だからチャンスあるからね、はい、うんうん、でしかもね今年ね、はい、佐々木チャンネル推しの育成の選手たちね、うん、あの試合下が63人だから、はい、7人入れるからね。え、そんな空いてるんですか？結構空いてるっていうことはよ、はい、そんなに。でしかもね、うん、60、はい、確か俺のデータだと、うん、65人以上試合下をしてないと、はい、育成って持っちゃダメなんだよ、はい、だからあと2人、うん、開幕までに試合下になるんちゃうかっていう。そうですね、うん、いやでもやっぱあれじゃないですか、ムクノキ投手とかがやっぱり戻ってくるんじゃないですか。でも2人、最低2人だからね、はい、7個もあるから。そうですね、うん、え結構育成いますよね。だって佐伯、川瀬、はい、中田、うん、佐藤、はい、リヤバ、うん、うん、で、ムクノキ、はい、いるよ結構。富山もない、うん、富山ね、はい、ピッチャーいっぱいいますね。うん、あ、井口投手もそっか今ね、うん、佐藤、佐伯ね、はい、で富山、うん、井口はあのオープン戦でも投げてるからね、うん、現状ね、はい、私たちね、あの育成から誰が初めて支配下になるかっていうね、予想もしてるので、うん、あと野手だとね、勝木とかもキャッチャーもね、うん、練習しながらのマルチポジションね、はい、っていうところで育成枠もいるしね、うん、あと平野くんね、佐々木推しの、うん、去年からね、はい、もうそろそろ来るんちゃうかっていうね、うん、ところでもチャンスあるね、はい、いや、うん、かなりチャンスありますね、育成の方たちもね、うん、こんなに推してるのに見てくれてんのかな、佐々木チャンネル。いや多分ね、うん、見てくれてる人結構いると思うんですよ。そうなの、はい、結構押してるよ。押してますよね。俺だって日刊スポーツでも押して、ね、はい、記事出してるから、ね、そうですよね、うん、だってあの、まあ、誰とは言わないですけど、うん、こう里差しチャンネルで異常に名前出す人とかいるじゃないですか、うん、たまに、うんうんうん、その人からたまにこうインスタとかフォローしていただいたりしますもん。そうだ、はい、俺とか多分全くされてへんで。あのさっきそれで、うん、あのこの話ちょっと先生とかしてて、うん、佐藤さんのことフォローしてんのかなって調べたら、うん、してなかった。あ、ひょっとしたら俺がインスタしてんの知らんかもしれん。いや、私検索して知ってるのに。男だから。男や。の音。俺にはもうライオンズの青山くんいるから。フォローされてるから、ね、フォローされてるから俺。いや、知らん。しかもこの前もあの、はい、ライオンズ関係者の人が、はい、青山くんがいつも佐々木チャンネル見てるって言ってましたよって言って。だって入団会見で言ってたじゃないですか。そうそうそう、だから俺はもう推しだから、はい、青山学院じゃないけど青山推し。青山みなとくんね、うんうん、フォローされてるから。ちょっと皆さん、あの佐藤さんのことフォローしたらめちゃくちゃ推してもらえるかもしれないですよ。急にね。急に？急に？でもね、残念な報告があります、はい、人の、はい、インスタ見てないから、はい、あのフォローされてても知らないっていう。え、だってあの青山くんにフォローされてることも気がついてなくて、うん、あ、佐藤さんされてますよ、あ、そうなんだ、フォローバックしようってさっきしてましたから。発信はするけど、はい、受信せえへんから、はい、人のやつ見えへんし、はい、誰からフォローされてるとか分かりづらいから、はい、そうですね、うん、だもう分かんないもん。じゃあすいません、フォローしてもバックは返ってこないかもしれないです。見てないから。うん、そうそうそう、あのコメントとか来たからね、うん、持ってなるじゃん、はい、あ、そうですね、うん、いつも見てますみたいな、うん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 、俺は袴田さんフォローしてるよ。知ってます。あの私もしてますから。ありがとうございます。まあ、ということで、はい、崖っぷち選手、はい、ね、まず投手陣、うん、こちらです、はい、吉田輝星。あー、移籍してきましたもんね、ここでね、うん、でしかもよ、はい、その、あの、まあ、中島さんもそうだし、うん、長垣トレーナーとかもそうだけど、ね、福良さんも日本ハムにいた関係者も多いわけじゃん、はい、うん、ってなった時に、まあ、それほど土壌変わらずチームは変わるけど、うん、でそこでもう一回トレーニングやり直して、はい、一気に花開けるかどうか、うん、勝負だね。そうですね、うん、いや開いてほしいな。でしかもオリックスは、ね、長島監督いろんな選手使うから、はい、チャンスはあるはずやね、うん、一軍でもね、はい、でその中で掴めるかどうか、こうスタートね、うまくいけば波乗れるからね、うん、この1年目はね、崖っぷち、うん、ここでいいものを見せるか見せないかによって、うん、さっきも言ったように育成にね、うん、若いにいいのがいっぱいいるからね。そうですね、そのヤングウェーブに飲み込まれる可能性もあるから、
でもまだ支配下にいるってことはアドバンテージあるわけよ。もちろん、ね、育成選手はね、一軍の試合出れないわけだから、うん、このアドバンテージある中でしっかりね、うん、このオープン戦、そして開幕序盤ね、まあ、1軍でも2軍でもしっかり結果残して、うん、自分の居場所を確保できるかどうか、うん、早い、だから前半だね、もう交流戦ぐらいまでにパシッといいものを見せとかないと、はい、若手育成ヤングボーイたちが来るから、うん、そうです、たくさんいますからね、うん、からそこら辺にね、うん、全力でいけるかどうか勝負だね、うんうん、また環境も変えるとね、気持ちも、うん、やり方も変わってくるかもしれないですからね、何かのね、ヒントがね、うん、ある可能性もあるしね、はい、うん、いや活躍する姿見たいですよね。俺吉田高生フォローされてるから。あ、そうなんですか、うん、へー、あ、だってなんかキャンプの時あったんでしたっけ。いや、ゴルフのコンペで、そうだそうだ、そうそう、一緒になって、はい、佐々木チャンネル見てますと、はい、悪いこと言わないでくださいって言われたから、はい、いいもの見せたら褒めるからっちってでも良くなかったらバーッとって言うんですよね。事実だから。そうですね、うん、俺は好き嫌いで野球の解説しないから。そうですね、事実だから。事実をグッドバットで言うわけですからね。あの、好きな場合は、うん、いい時に過剰に言ってくれるだけ悪いこと言わないとかないと、はい、やっぱ限りあるから、うん、出てこない選手もいるけど。そうですね、好きな、もしくは目に留めてる選手は、うん、良かった場合、はい、無条件で言われるっていうだけ、はい、うん、で悪いこともあの知ってる分無条件で言われますえ、でも活躍したらめちゃくちゃ、そう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 、ね、言ってくれる。巨人阪神みたいなものよ、はい、ね、良かったらバーンっていくし、悪かったらバーンっていくから、うん、ロッテなんて良くても悪くてもメディアにどんどんいくからね、はい、いや、頑張ってください吉田正投手、ね、うん、うん、続いて、はい、こちらです。村西亮太、まあ、今年ね、はい、5年目、うん、ね、27歳の年、はい、まあ、アンダースローに変えてね、うん、まあ、これがどう出るかだね、うん、岸と出るか京都出るかね、はい、この投球フォーム変更ね、うん、ここがね、ホーム変えたって結構ね、大きな問題だから。そうですね、それがハマればいいですけどね、うん、そうそうそう、だからそれがきっちりハマるかどうか勝負だね、うん、だから同じアンダースローの中川がね、はい、DeNA かにね、うん、行ってね、でそこの枠がね、開けてまで村西アンダースローの枠だからね、はい、そういった意味でも、うん、ここでね、結果残せるかどうか、まあ、新しいチャレンジね、まあ、でも、ニッパームのね、鈴木もアンダースローに変えて、はい、まあ、まあ、大きく花開いたわけじゃないけど、うん、まあまあいい感じに、ね、ね、うん、なった時もあったからね、うん、そういったところでは、ね、いいアクセントになるからね、はい、まあ、そこで、ね、自分の居場所をしっかり確保できるかどうか、うん、勝負だね。確かに今年見せどころですね、うんうん、あと育成選手全員ね、はい、だからあと2人枠あるから、はい、どう、この滑り込みに入れるかどうかが鍵だから。私よかったらもっとまだいけますからね。そう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 、うん、だからそこら辺が競争だからね、はい、いっぱいいるからいいのが、これ本当に今チャンスですね。チャンス、大チャンスだ。だから、うん、でもロッテにはこんなことわざがある、はい、チャンスはピンチ、ピンチは大ピンチっていう。え、ロッテに、うん、佐藤さんがいた時のロッテに、そうそうそう、よく言われてた言葉ってことですか。そう、あ、チャンスは、うん、掴まなかったらさらにピンチになっちゃうよ。そうそうそう、うん、だからこれ2軍でよく言われてたことだよね。へー、だから2軍で言うとチャンスっていうのは1軍に行くこと、はい、でも、うん、ここで結果残さなかったら次の順番が一気に下に下がるから、はい、ピンチなんだよ、はい、うん、でピンチっていうのは1軍に上がれないやつよ、はい、そしたらクビになるから、はい、ピンチは大ピンチ。なるほど1軍に上がるチャンスは上がれなかったらピンチだし、うん、もうその違うよ、1軍に上がることがチャンスだけど、うん、そこで結果が残せなかったら、はい、次2軍の順番待ちが一番最後に来るから。あ、そっか、要は今2軍の一番最上位にいる方がいいってことなんだよ。あー、なるほど。だからチャンスなんだけど結果残せなかったら一番最後尾になっちゃうからピンチっていう、うん、はなるほどなるほど、うん、おい、ピンチってなんで。へー、落ちてくるとね、うん、勝負だ、うん、だから、ね、試験勉強めっちゃしてたけど、はい、試験に行ってるようなもんよ、うんうんうん、受からなかったら終わるね、みたいな。あ、なるほどまた一からやり直しっていう、うん、でそもそも試験がなかったらね、はい、もうそのまま戦力外になる可能性。でも今試験はね、めちゃくちゃありますからね、オリックスは。でもまだ2軍でしょ、だこれが支配下になったら、うんうん、ね、支配下の試験はいっぱいあるじゃないですか、今枠が、うん、でも支配下になったらチャンスだけど、うん、はい、それで枠を開けるために、うん、育成って枠関係ないから、はい、開けるためにクビにならないのよ、うん、あ、そかそか。でも試合下になっちゃうと、はい、人数制限があるから、うん、人員制限でクビになるんじゃん。なるほど二軍の方がちょっと厳しい環境っていう捉え方もありますね。そう、だからそこで掴めばいいよね、うん、掴めなかったら、うん、人員整理でクビになっちゃうから、はい、わ、だからチャンスはピンチって。はい、なるほど。続いて野手、はい、野手はね、うん、こちらです。太田亮、うーん、あの
そろそろ確かに出てきてほしいですね。ね、うん、6年目、うん、今年が早生まれだから、23歳になったばっかりだけども、はい、バレンタインデー誕生日お24歳になる年だから、はい、大卒2年目と一緒だね、うん、ってなった時に、まあ、昨年ね、うん、大きく行きたかったところで、まあ、怪我したっていうところもあるけども、うんはい、まあ、そろそろね、まあ、ショートは紅林だろうけど、うん、セカンドね、うん、まあ、足立がコーチ兼任になってね、でセカンドは結構流動的に義母とかね、うん、いろんな選手も出てたっていうところでは、はい、ここにそろそろハマりたいよね。そう、私も結構10億円選手とかで2年ぐらい前から楽しみにこう入れてるんですけど、うん、ああまた今年じゃなかったってなるんですよ。そうしないと、うん、横山誠也が、はい、そうだ、これひょっとしたら二遊間どっちも守れて、はい、うん、ショート紅林、セカンド横山って来る可能性もあるわけよ、はい、あの一本釣りドライチ、うん、だって太田がドライチ で野手が高卒ドライチでなった以来の横山でしょ、うん、っていうことはそれぐらいの期待値があるわけでしょ、はい、ってなったらもし横山が良かったら、うん、太田がもうポンって捨てられて、はい、横山行こうっつって二遊間紅林横山になるのよ、はい、大ピンチ。そうですね、うん、だからまだ横山がプロよちよち歩きの高卒1年目でいろんなことを学べなきゃいけないうちに固めとかないと、うん、大ピンチ。そうですね、うん、あもう今年ですね結構。そうだよ、うん、もう本当に、うん、やんないともう取られてる時点でね、うん、危ないからね、はい、もしくはね横山がねどうなるかによって横山ショート紅林セカンドとかもあるかもしれないし、うん、確かに、ねまあ、胸も頑張らないと横山ショート紅林サードみたいなのもあるかもしれないし、はい、そうですね、うん、そういった意味では、まあ、今何も出してない太田はね、うん、ここでちょっと結果出していかないと、はい、横山に食われちゃう可能性がね、うん、それだけの球団としての期待値が高いっていうところでね、はい、あるからね、はい、しっかり結果残さないと、うん、で続いて、はい、福田周平、おー22年ゴールデングラブ、まあ、このね3連覇には大きく貢献したけども、いやそうですよ ね、 2022年118試合出てたのに、うん、昨年は36試合と一気に試合数が半減して、でしかもセンターに中川が行くことによって、うん、ポジションがなくなりつつあって、はい、でしかもここで西川が来ました、うん、レフト西川、うん、センター中川、うん、まあ、普通にいけばライト杉本、はい、しかもトーマスもいるしね、うん、外国人ね、うん、ってあった時にちょっとピンチだね、ちょっとポジションがっていうところですね、うんうん、ここ踏ん張りどころだね、はい、まあでもねセカンドサードショートでね内野を守ったことあるからね、うん、一番最初はセカンドだからね、はい、だからここで福田をセカンドをやるよっていうね、うん、でセカンド取っちゃうかっていう場合もあるよね。あなるほど、そうですね、最初あの18年19年は100試合以上セカンドに出てるから、うん、まあ内野もできるっちゃできるわけよ、はい、そう考えたらセカンド空いてるわけじゃん、うん、セカンドっていうのもね、はい、で太田選手もでも今のうち掴みたいしセカンドで、うそうだね、うん、そういったところではまあねどこで出るかっていうのもあるけども、うん、この居場所を確保するためには、はい、結構大事な一年になるかもしれない、うん、そうですね、試合出たらどこでもいいわけだから、ね、うん、っていうところがオリックスの崖っぷち選手かな、はい、大体決まりつつあるからね、でもまあいろいろ使うからね、そこも変則的に福田もやっていかなきゃいけないかもね、今の状況、この一つのポジションだけでっていうのはなかなかちょっと西川のね、うん、FA 補強とかでもちょっと厳しくなってきてるからね、うん、そこら辺は勝負になるかなと、はい、だ太田さんだから正直セカンドだけだもんね、うん、そうですね、うん、全勢力でね取りに行かなきゃっていうところもあるけども、うん、ゴンザレスもいるからねセカンド、ゴンザレスだって守備うまいって言われてませんでした、うん、そう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 、うん、セデーニョね、はい、トーマスね、うん、はい、エスピノーザね、エスピノーザ、うん、マチャドね、はい、カスティーヨ、うん、カスティーヨ絶対入るよ、カスティーヨとマチャドは絶対入るやろ、うん、でゴンザレス、トーマスも入るやろな、セデーニョ、でもセデーニョもね入りそうな気がするけど、うん、DH ね、うん、だからこのエスピノーザが流動的なんかな、うん、どうなるでしょう、どうなるかだね、はい、4連覇に向けて、はい、ね、あと育成誰が上がってくるのかっていうのも、ね、そうだね、楽しみですね、これはかなりのポイントだね、はい、